Hi, this is Nobumatsu-san. Today I'd like to show you how to make the cup sushi. まず一番最初に寿司のご飯を作ります。寿司のお米というのはあまり硬くもなく柔らかくもなく仕上げないといけないので、きちっとした量を測るということで、すり切りでお米を5カップ。お米を割らないように丁寧にリンスをします。強く力を入れてお米を洗ってしまうとお米がふっくら炊けないんですね。4回から5回リンスをすることが大事だと思います。リンスをしたお米はザルにあげて水切りをします。ちゃんとしたその同量のお米と水をきちっと測るために水切りをします。5カップのお米と5カップのお水、それを鍋に入れて沸騰するまで蓋を取っておきます。どれだけちゃんと沸騰しているかというものを目で確かめてから蓋をすることによってお米がきれいに上がるというのが一つの隠れたポイントなのかなと思います。沸騰してから蓋をして弱火にしてから約15分置きます。15分経ったら火を止めます。止めてから10分置いてお米を蒸らします。シャリ酢の中にはうちは赤酢を使います。それにお塩、うちはお砂糖の代わりにそのモンクルーツを使っています。健康にもいいということと非常にその口当たりがそのさっぱりするということで、うちはお砂糖の代わりにそのモンクルーツを使っています。それにみりん、昆布を入れます。昆布を入れてよく混ぜてから火にかけて沸騰するちょっと手前で止めます。で、止めた時点で足し酢をします。なぜ足し酢をするかというと、火にかけた時点で多少はやはりその酢の気が飛ぶんですね。ですからその酢の気をまたちゃんと元に戻すために足し酢をしてシャリ酢を作ります。炊き上がったご飯は今度シャリ酢と合わせるんですが、うちは飯台を使います。やっぱり木が一番ベストなんですね。合わせ酢を熱いうちに混ぜ合わせます。で、よくうちわで仰ぐとか言うんですけれども、仰ぐ必要は全くありません。逆に酢を合わせて自然に体温と同じぐらいな温度まで置いておいて、時々混ぜ合わせながらそのまま置いておきます。今日カップ寿司に使うネタなんですが、ハワイのローカルのマグロ、日本のハマチ、タイ、それからサーモン、日本のホタテ、イクラ、カニ、ウニ、エビ、イカ、10品の魚を使うんですが、イカの上にはキャビアを乗っけたり、ホタテの上にはうちのシグナチャーなんですが、ティラディートといってコリアンダーとロコトというペルーのチリを彩りに乗っけます。今は世界中どこに行ってもそこの土地の中に日本食のレストランがあるところにはお寿司があったりする。今は非常にその寿司が手軽に食べられる時代になり、寿司に対する考え方が随分変わってきたような気がするんですね。今回カップ寿司を紹介をしたのは、家庭でも綺麗にちゃんとしたお寿司が作ることができて、もっとお寿司をこう家庭で作れるようになってほしいなということの狙いなんですね。今回は新鮮な魚を使いましたけども、家庭でやる場合にはもっとそれこそソーセージとか子供さんが好きなハムとか何でもいいので、そういう食材をカップの中にきれいに収めて家庭でもその食べてもらいたいということでカップ寿司を紹介します。僕が料理人になったきっかけというのは、僕は小さい時に一回り上の兄に連れて行ってもらった寿司屋なんですね。もうその時はその気持ちがその衝撃的で、あ、もう俺のもう寿司屋になりたいっていうその場で思って、それからずっと寿司屋になりたいということを追い続けてきて、今でもまだ寿司握ってるみたいな、小さい時からの夢だったんですね、寿司屋になることは。若い人たちがこれから料理やりたい場合には、まずその道に入ること、そしてそれをやり続けること、失敗を恐れないこと、そして常に情熱を持ちお客さんの立場になって料理を作ること、まあ、それが一番大事なことだと。Great! Oh, yes!